東京都心から40km、千葉県の北西部に位置する佐倉市。電車で東京から60分、成田から20分の距離にあり、アクセスに優れています。人口は17万人、都心のベッドタウンとして発展してきました。江戸時代、城下町として栄えた佐倉には今も多くの文化財が残されています。自然豊かな佐倉では毎年佐倉フラワーフェスタを開催。佐倉市は歴史、自然、文化の調和の取れた都市を目指しています。私が所属している子育て支援課企画財務班では、主に子育て支援施策に関わる調査研究、私立保育園に対する補助金の交付などを行っております。具体的には窓口や電話対応に始まり、事業者から提出された申請書類の内容チェック、支払い伝票の作成、国県補助金に関わる申請の手続きなど、幅が広く試行錯誤しながらもやりがいを持って仕事に取り組んでおります。とても明るく働きやすい職場です。自分が仕事を進めていく中で疑問点が出た際にも上司が相談に乗ってくださり、また自らも問題に対して解決策を見出そうとすることで、職員一丸となって問題を解決しようという雰囲気があります。市内の商業・工業の振興支援、労政業務を担う産業振興課産業労働班に所属しています。その中でも私は労政業務を担当しており、就業や雇用支援に関する奨励金の申請交付事務や、就業促進のための施設である地域職業相談室の運営事務を行っております。市役所での仕事は一見地味で、かつ大変な仕事も多いかと思います。特に災害時等では所属関係なしに仕事を優先する必要が出てくる場合もあります。しかし人々の生活の基礎となるお仕事の一部を担えることに、とてもやりがいを感じられます。人との関わりが好きな人、地域の関わりを大切に考える人には、市役所職員の仕事はとても向いていると思います。私は職員の給与と福利厚生に関する業務を行っています。給与の事務は主に毎月の給与の支給と、支給する給与から社会保険料などを天引きするほか、住居手当や通勤手当などの申請を確認し、給付の事務も行っています。わからないことがあれば上司や先輩が丁寧に教えてくれるので、一人で仕事を抱え込み悩んでしまうということもありません。私は34歳で転職を考え、社会人経験者として採用されました。佐倉市に入って感じたことは、本当にたくさんの業務があるということです。まだ具体的にどのような仕事がしたいと明確になっていない方でも、必ず自分がやりたい仕事と巡り合うことができると思います。